はよう、ジャン君。今日一日このエリザベスカラー、もう毎日エリザベスカラーが言いにくくて、今日でようやく言わなくて済むのが助かりますが、エリザベスカラーをですね、今日一日つけたらもう明日は、抜歯なのでね、もう終わりますよ、ジャン君。大変だったね。そしてちょうど入院、手術にあたってですね、不安がいっぱいあったので、いいねをお願いしますみたいなことを、動画内で言いましたが、その時に、たくさん、本当にたくさん、なんと閲覧してくれてる人の4割から5割、半分近くの人が、いいねを押してくれるという快挙を成し遂げました。すごい心強かったです。どうもありがとうございます。これからもね、頑張って回復していきますので、そちらの方もよろしくお願いします。また要求してるしということで、だいぶ明るい兆し出ております。どうもありがとうございます。はい、ジャン君。はい、ポンちゃん。ポンちゃんも元気にしてます。あとね、こうし、あげない。この辺か、こんな感じか。ポンちゃんもね、ジャン君に。はい。夜中にビービー泣いていた、ポンちゃんですが、もうああいうことはありません。ちゃんとジャン君がいれば、毎日すやすや寝ております。やっぱりジャン君いないとダメなのね。ねえ、うん、ポンちゃん可愛い子だね、君は。ポンちゃん、ポンポンポンちゃん、可愛いポンちゃん。はい、ポンちゃんでした。なんかいい絵面になってるよ、君たち。なったかい？今日までちょっと寒いそうなんですけれども、窓辺は日が当たってね、ポカポカするんでしょう。ジャン君なんかはこんな感じ。そしてポンちゃんはヒーターの上にも乗ってるしね、ホカペカ。はい、ゆっくり日を浴びてください。ジャン君、ポンちゃん、今日は外が寒い分だけ部屋を暖かくしてゆっくりしている状態ですね。なんかみんな寝てたんだよね、ついさっきも。そして目が覚めたところで、あれ？あ、もう取れる。面白いものが、いただき物が届きました。はい、鼻、鼻じゃないんで、これは、はい、エリザベスカラーです。ポンちゃんにすごくよく似合うけど病気じゃないので、ちょっとこれをじゃ あ誰もつけない状態でやっと。本当？じゃあこの人に、あ、なるほど、つくかな。はい、あ首がないから、そっか、いいや。はい、はい、エリザベスゴマフアザラシ、面白い顔が、面白かわいいです。はい、はい、これはなんかね、フェルトでもないの、なんだろう、この、あ、よくあるね、このスポンジでもなく、でもまあスポンジっぽい、ちょい硬、うん、ちょい柔らか、うん、だね、うんうん。今回はもう明日このエリザベスカラーが取れますので、うん、次回があっては困るんだけどね、どうしよう。どうしようね。はい、
そう。何かの時のために、取っておきます。ジャン君、ということです。ジャン君の頭に、はい、当ててみた感じはこんな感じです。こんな感じです。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとだけこんな感じ。さあ明日はちょっと早い時間に病院に行って、早くにこのエリザベスからを取ってあげたいので、ちょっと早起きしようかなということでした。はい、ありがとう。まあ、確かにポンちゃんには似合うけど。ポンちゃんに似合いそう。でも健康第一ですからね。こうなるんだよ。はい、はい。